出走馬山鉄ライデン、モーニングティー、マイネルアルザン、ハセロエレガンス、クリミナルゴールド、グランクラージュ、カイエンリズム、ダイコースキー、ネロクイーン、そして社交スペシャルの10頭によります競争です。1900メートルの発走地点、宇都宮のグランクラージュ入りました。宇都宮から2頭、足利からマイネルアルザン、遠征馬が3頭です。内田騎手騎乗の社交スペシャル、1歩2歩と歩を進めてスタートしました。コースタートポンとマイネルアルザン飛び出しました。しかし一段後方外へを通って社交スペシャルといった展開、何が抜け出すのか。グイグイと2番モーニングティー出ていきます。これをかわすように7枠からカイエンリズム、そして8枠からはネロクイーン、中4日連投のネロクイーン、2番手3番手で控える素振りの2番モーニングティー、そして外目を通って8番ダイコースキー、外の4番手、そのうちにぴったりグランクラージが並んでいます。内々経済コースを通ってマイネルアルザン行為の一角、後方4頭1段で中に4番ハセロエレガンス、内に宇都宮の山手鉄ライデン、外目社交スペシャル、後方2番手最後方から久保田騎手とクリミナルゴールドといった展開の10頭です。さあ前は1頭そのリードを広げた7号馬のカイエンリズム、安月騎手騎乗のカイエンリズムが逃げる展開、リード3馬身ほどまた差を詰めていった足毛のネノクイーン、8枠9番ネノクイーン2番手、内の3番手後位に休み明け3連勝のモーニングティーが続いて第1コーナーのカーブ、各馬右手に入っていきました。そして詰め寄っていった8番ダイコースキー、あと 1000m4 番手まで進出、内々5番手3番マイネラザン、ぴったりと宇都宮のグランクラージが並んで第2コーナーカーブして前半 1000m 間もなく1分9秒の中ほどで通過しています。その後方集団4頭1段で依然4番ハセノエレガンス、内に1番山鉄ライデンであと800を通過、そして社交スペシャル55キロは依然後方2番手、先頭からおよそ8馬身の位置、詰め寄っていったクリミナルゴールド、この辺りから追い出していきます。さあ600に向かって10頭1段と変わりました。あと600の標識はわずかに外トライにかかる8枠9番ネノクイーン、ネノクイーンが先頭と変わった3コーナーのカーブ、詰め寄っていった2番モーニングティー、モーニングティー虎視眈々2番手、2頭が3馬身と抜け出してあと400の標識を通過、最終のパンジー特別、これから4コーナーのカーブに向かいます。離れた3番手インコース3馬、足利のマイネルズアルザンが単独上がってきた、そしてグランクラージュは4番手、2頭の一騎打ちか、楽な手応えで水野騎手、モーニングティー、モーニングティー楽な手応え、振り切りにかかる、内で食い下がったネロクイーンが粘っている、あとは呆然と足利のマイネルアルザンやってくる、マイネルアルザン2番手に届くかどうかといったらしいよ。前は2番モーニングティー、モーニングティー4連勝濃厚、2番手は接戦だ、ゴール2番手マイネルアルザン、マイネルアルザン2着に追い上げました。